今なんて言おうとした？なんでこんな男が。ちょっと。いい加減なんとか言ったらどうなのよ。ああもうムカつく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 。なんで私がこんなとこに来てんのかくらい察しなさいよ。探してきたんじゃない。聞きたいことがたくさんあるのよ。勘違いしたら殺すわよ。うるさい、黙れ。なんで歩美はこんなやつ。なのよ。あんた、あゆみに何したのよ。あの子、何もなかったように笑ってたけど、私にはわかるんだから。他の誰も気づかなくたって、私だけはわかるんだからね。何したのか答えなさい。なんか、なんか言ったらどうなのよ。弁解したりとか、それは誤解だとか、いろいろあるでしょ。黙ってたら何もわかんないじゃない。
何なのよ。あの子はね、あんたなんかが関わったりしていい子じゃないんだよ。あの子はあんたなんかと釣り合いが取れるような子じゃないんだから。そこんとこ忘れないでよね。言わなくたってわかるんだから。また歩美が何かやってあんたを巻き込んだのかもしれないけど、あんたがそれに甘えていることだってちゃんと分かってるんだからね。もうこれ以上歩美に近づかないでよね。私、あんたみたいなのは大嫌いなんだから。なんだ、まだ寝てなかったのか少年。それとも誰かと深夜の密会か。バカップル探し。面白いぞ、深夜の海辺で寄り添う二人がだな。待ちな少年。一つだけ聞いていいかい？将棋好きか？
そんなに将棋って楽しいか？そうか。最近の少年を見てるとちょっと古傷が痛んでね。少年は上手くなってるよ。初心者としては驚異的な速度でね。素質もあるんだろうけど、環境もあんたにはちょうどいいみたいだ。願ってもない強敵も現れたし。少年はなっちゃダメだよ。マングースみたいな将棋ばかりさ。いくら将棋が強くなったって、そんなの何の役にも立ちゃしない。将棋なんかのために平気で何でも犠牲にするような、そんな人間になっちゃいけないよ。周囲を不幸にするだけの将棋バカに。おお、いけないいけない、柄にもないこと言ったね。将来有望な少年を見るとついつい説教しちまうよまるで教師みたいだね。忘れとくれ、私はもう行くよ。少年も風邪をひかないうちに戻りなよ。準備しなさい。明日の朝には出発するから。
そうじゃなくて、お父さんから電話でね、休みが取れたから遊びに来いって。どんな服着ていこうかしら。お父さんの好きなワンピースとか。そうよ、アカプルコよ。20日頃には戻ってこれるから。だめ、明日から母さんと一緒にヨシキはお父さんのところに行くの。決定してるんだから。それにね、素敵じゃない、家族旅行でアカプルコなんて。私はお父さんと観光に行くから、ヨシキは町の探検でもしてなさいね。
Nice to meet you! なんて言っても通じないですよね。喋りますよ。日本語もちゃんと喋れます。ダメですよ、それはダメです。英語じゃダメですから、覚えていてください。おはようございます。よろしく。しばらくあなたの家で厄介になりますよ。あなたがヨシキですよね。ダメなんですってば、英語は。ヨシキ、アサミヤですよね、あなた。よろしく。しばらく厄介になりますから。うひゃ。あ、聞いてる聞いてる。本当に聞くのか。あんまり大声を出すと。ヨシキ、何大声出してるの、朝から。早く降りてらっしゃい、ちょっと大事な話があるから。ほら、ユカコ、アサミヤさんが呼んでますよ。あなたの名前も知ってますよ。うひゃ。いいから、彼女のところに降りればいいんです。うん、あなたってそそっかしいというか、ち
ちょっと間抜けっていうか。背も低いし。ですよ。私、あなたのこと好きですから。照れてますね。よし、成功。うぶなやつめ。もう会ったのね。可愛い子でしょ。髪の毛も綺麗で目も大きくてお人形さんみたいでしょ。ああいう子が来てくれて母さんも嬉しくて。まだ名前聞いてないの？ダメじゃない、ちゃんと自己紹介しなくちゃ。あ、おはよう、ソーニャちゃん。おはようございます。この子がね、うちの息子のヨシキって、もう会ってるのよね。はい、好きになりました。本当？よかった。何慌ててるの？自己紹介が終わってないんです。私はソーニャ・ソビンスカヤです。よろしく、ヨシキ・アサミヤ。ソーニャちゃんはね、ロシアからホームステイに来たの。今朝早くに日本に着いたのよね。そうです。ということで、わかりました。言ったと思うけど。
ら、お父さんがサンクトペテルブルク支社にいた時にお世話になった人の娘さんが来るって。だと思うけど、昨日。急な話で本当にすみません。いいのいいの、困った時はお互い様なんだしね。じゃあヨシキ、いい？半年だけだけど、ちゃんと面倒見てあげるのよ。よろしくお願いします。ちょっと短いですよね。ともかく、よろしく。